し。よかった今週こそ提案したんですよ。何がすか？席替えしようって2秒で却下されました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。この3人の席替えをしようとしたら、僕が他のメンツでこれ見てたら、はい、行きにくいもん。俺来週来たところでどこ座ろうみたいな。この3人でのなんか放送がちょっと安定してもうね、最近の本当に3人のレギュラー番組みたいになってますからね。なってる。安定の3人ですよ。本当になんか面白いことありました？コメント来てますけど。いや、ないちょっとね、はい、あのリオさん2日目らしいね、またまたあの毎週のごとく2日酔いですから。でも今日雨ですね。ですね、うん、なんか梅雨入ってからそんなに雨降ってなくないですか？降ってない。今年なんか降ったり止んだりでちょっと面倒くさくないですか？ねえ、ね、だからな、なんか僕雨大好きなんですよ。なんで？生まれが僕三重県の南の方の熊野っていう町なんですけど、はいはいはい、そっか下の方だと。そうです。隣の尾鷲市ってのが、はいはいはい、日本一降水量の多い町なんですよ。そう、ほぼほぼ雨。あ、そうなの。雨結構多いから。そうなんです。雨ぶっちゃけ慣れてる。そうですね。なんで雨の日が好きなんですけど、みんな大体嫌いじゃない。いや、まあ、ね、湿気とかすごいし、もう放送中になんとか体調戻そうみたいな。ね、この水分量の何摂取はやばいでしょ。水一気飲みじゃないですか、もう。いやね、何時まで飲んだっけかな。何時まで飲んだの？あ、でも昨日早かったよ。って言っても何時ですか？7時。いや全然さっきじゃないですか。さっき7時さっきよ。さっきです。7時まで飲んでた。でとりあえず最初、はいはい、他店の知り合いさんと飯食いながら飲んでて、また他店さんと飲んでた。うん、また他店さん仲いいな。はいはいはい、はい、でその後アフター行って、はいはいはい、バコバコ飲んでた。おお、女の子と。ああ、俺の代表のアフターの付き合いで行ってた。ああ、そうそう。バコバコ飲んでて、気づいたら7時だった。え、酔ってから長い人っすか？俺？いや、酔ったらフットワークが軽くなるね。どこでもついていく。ああ、そう。で、とりあえず起きてまずしたこと、トイレに駆け込む。まあまあまあ、そうですよね。速攻で吐いた。まあまあまあ。ドルンドルン、あんま最後ぶっちゃけここ来る途中一回路上で履こうかな。大丈夫か、放送中履かないでください。一回行くかもしれない。CM 中ぐらいにもしかしたらいなくなるかもしれない。じゃあ最悪あれですね、そのリオさんがうってなった瞬間に CM 入れてもらいましょう。スタッフさんも今日はあのリオンさんの表情だけしっかり見といていただいて、ね、今日は休憩できない。それか30分ひたすら CM を流すっていう。何それ。おはよう。はい。さあ何のお話します？前回、あ、そうか、大喜利したんだ。あ、そうだ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 。あれなんか、まあまあ、見てくれてた、はい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 、姫様から、はいはいはい、何大喜利楽しかったけど、はいはい、絶対真似る放送枠
出るでしょうみたいなこと言ったじゃないですか。多分みんな怖くて真似ないよ。確かに確かに。多分ね、ホストって別に大喜利するためにやってないから、やってないからっつって確かに。多分ホスト面白くなきゃって思ってるホスト、うん、いるとは思うけど、うん、そんなこう、まあ、放送枠にすらまとめるぐらいのその喋ってお話しして面白いであるとか、はい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 、心地よいであるとか。確かに。ただそういうなんかあれじゃネタやりますみたいな、うん、面白さは多分求めてない。そうそうそう、すごい的確なアドバイスをもらってありがたい、ありがたいお言葉ですね。確かにそうだなと思ってそれ求めてる時点で俺ホストじゃねえのかなと思ってね確かに芸人の仕事ですね。確かに面白いけどね。でもね、俺初めてやったもんだって、この仕事やって。そういうお笑い、あ、お笑いその大喜利系みたいな。はい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 、そう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 、お肉みたいだからねえ、怖い。俺も疲労感悩んじゃったけどお肉みたいだから。あ、お肉みたいな。そういうことか。赤字にその霜が降ってるみたいな。違う違う、それはよく見て違う違う、サイコロサイコロサイコロ、これサイコロなんですね。霜降りではない、ね、動画だと見にくいけど。これね、あの珍しいシャツなの。あの確かに珍しい。古着屋さんで働いてた頃に買ったねシャツなのよ。そう、ダイスダイス、そう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 。あ、みんなってお酒とトークだったらどっちに自信があるって、どっちですか。えなんでなんで反応ないの。時差あった、時差ごめん、ちょっと時差あった今、ね、トーク。あ、トーク派ですか。お酒がまずそんなに飲めないから。はい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 、はい、リオさんは。俺お酒の方が好きだからお酒でいいや。ただ最近マジで弱くなった。だんだん飲めなくなってきました。やっぱ年齢じゃないですか。年齢なのかな、もう。ヨーナも年ですもんね。そうだよ。そうだよ。割とあれですもんね。25以上ですもんね。そうだよ。あ、僕20歳ですよ。いやいや、無理あるでしょ。そうつけや。さすがに無理あるでしょ。最近、あの年齢聞かれるじゃないですか。はいはいはい、はい。初回とかで、はいはい。2回に1回20歳って答えてどういう顔しますよ、女の子たち。あー、へーっていう疑いも込めたなんかへーみたいな子もいれば、ね、そう、信じた上でのその、なんだろう、ね、あ、やっぱりみたいな子もいるし、ね、絶対嘘みたいな子もいるしほら、霜降りは30代って聞いてもらったら霜降りは30代だったおー、ね、誰だこの野郎。まあまあまあ、まあ、20歳にしてはちょっとね、落ち着き、貫禄がありすぎますから。貫禄ないでしょ、だって肌綺麗でしょ。いや、肌とかの問題じゃないですよそういうことじゃない。お酒とタバコにはまみれてはいるがまあね、うん、お酒そうっすね。二十歳？いや、俺21です。今年22になります。うん、だまだまだ若いですよ。来月で26だね、俺。うわ、あ、来月誕生日。来月誕生日。あ、そうそうそう、バースデーは。おー、やるっすね。お、バースデーやるんすか。やるっすね。おお、ついに卒業ですか、もしや。しないね。ねえ、一応これは一応、まだ期待ですね、期待。その補足とかにもお知らせはしてないんですけど、一応来月の7日に、お、うちの従業員と合同で、お、8月7日やることになったんで、ぜひね、カリスマさんでね、カリスマのリオンさん指名でね、カリスマのお願いします、リオンさん。よし、元気なめちゃくそ元気ないじゃないですか。いや、多分私服でやるんじゃない。なんか別にスーッ、なんか堅苦しいの嫌なのね、俺。もうリオン指名で、あなたは、あなたは指名できないからね。まずこの方はだね、あの、うちの、他の人を指名してくれてるお客さん。あ、なるほど。そう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 、思いっきりだってユーザー ID に名前出てるもんね。そうですね、もうユーザー ID にお名前が出ちゃってるんでね。ね、まあまあまあ、霜降り誕生日いつ。霜降り、霜降りって言うな霜降りさんは、まあ、じゃあ今日は霜降りでいいよ。僕は誕生日11月ですよ。あ、11月なの。11月です。11月の24です。お、11月24。おう、バスデーはやる予定は。あー、ナイス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 。まだ全然。はい、あ、もう全然全然、そんな予定もなく。でもなんかやるかな、うん、俺だし。まあせっかくね。うん、だからそれまで出るかね、放送ね11月は卒業。11月で卒業かな。なるほど。まあでもね、なんかそんな気はするな。なんかもう新メンバー入ってくる雰囲気もないですしね、普通ナンバー入ってもいいんじゃないですか、もう俺らは。いいか、継続で継続で継続で。それこそリオンさん、それで例えばね、来月ナンバー入っちゃって来ませんってなったら、はいはい、
本当に座談会みたいになる。僕らもうだからあのもし新メンバー入ってこないで水曜日がもうこのメンバーしかいないってなったら、もうあの新人放送売れるまでじゃなくてね、題名かなんか変えてもらって、俺らはニュー番組としてね、この水曜日の4時枠をね、本当に水曜日の夕方座談会みたいな、ね、の水曜日出勤前に来るよ、出勤前に来るよ、暇つぶしに来るよ、ニコロマ出ますみたいなね。最悪お互いナンバー入ってたら飯食ってから出勤します。放送本当に本当に自由ね。え、それだけは誕生日？俺10月です、リアバは10月18です。1018 1018です。まあまだ全然バースデーの予定とかもないですけどね、ちょっとまあね、やってみたいですね。そうね、まだ経験ないですね。まあ一応新人さんですけど、はい、まあまあまあ歴はね、もうベテランですから一応、ね、ただ何もやんないよ。ああ、うん、その大きいことはうん、しない。まあまあまあね、チャンパンタワーとか、それこそね、リオンさんとかだって他のお客様のとかと仲いいじゃないですか。ああ、そうね。ね、それだったらね、多分そっちがメインなんじゃない。うん、だからお祝いしてくれるお客様たちがいっぱい来るみたいな、ね、だからなんか別に俺メインのイベントとしてはあんま考えてないから。そうそうそう、だからなるほど。まあそれを口実にね、来てくれればいいかなっていうだけ、うん、あ、霜降りお店どこって聞いた。ん？霜降り、うん、店チェン教えろ教えろ。霜降り、霜降りとか霜降りとか言うやつに教えん。いやいや、教えてあげてくださいだから僕はクラブナイトっていうところで、ね、でもそう、先週の放送で、はいはいはい、あのこの放送を見てお店に来てくれたお客さんがいたなーっていうので、はいはいはい、言ってましたね。あ、やっぱりこう人前にね、こう出させてもらうとそういう効果もあるんだなと思って、はい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 、やったって思ったんですけど、うん、今週に入って、あの毎週水曜の放送、うん、見れるから、はいはいはい、なんかその毎週楽しみにしてるそのアニメ、うん、はい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 、の更新とかと一緒の枠組みになってた。毎週なんかマサト君の喋ってるの見るからみたいな。なるほど。お前はさ、前に行かなくてワンピースだよ、ドラゴンボール感覚でしょ。なるほど、俺らもうアニメみたいな。そうそうそう、アニメの相当の楽しさまで来たんですね。多分生で直接見たら、あーってなるよね。なるほど、じゃあもしかしたらこのぐらいの距離感がちょうどいいのかもしれない。ちょうどいい。そうかもしれないです。俺らね、動画とこのコメントで、ね、最近動画で見れるから。なるほど、ね、あんまり会いたいと思わないって言われて。それダメですよ。それはダメだよ。俺らこれを機になんかね、名前を出して売れようみたいなね、ね、頑張ってるのに、あのこの距離でいいなって言われちゃったらね。そういろいろ大切なものとか直接会わないと喋れないこととかあるよ。そう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 、直接会った方が面白いかもしれないし、ぬくもりとか、ぬくもりとか、ちょっとスキンシップとかさ、生々しいっすね。ネックレス返してリオ、まだネックレス返してもらってないの。ああ、売った。ん、え、売った。まあ、ネックレスを売っちゃったっていう、ね、売った売った、全部売った。歌舞伎屋で、いやすぐそこや。最悪それやった。今見に行ったら残ってるって帰るよな、俺ら。全部売った。歌舞伎屋で。なんか、ローマンズつけてたよ、もともと。めちゃくちゃ。はいはい。で、ローマンズ。で、まぁ、あ、ちょっと古いかなと思って、売ったのよ。ネックレス2つと、ブレスと、ピアス。はいはい。そう、ローマンズ全部売った。なるほど。いくら？いや、安かった安かった。全然安かった。じゃあまあ結構今はあったかいんじゃないですか、お財布は。お財布、いやいや、だいぶ前だよ、売ったの。あ、だいぶ前。入ってないよ。入ってないよ。入ってないよ。ね、怖いから。安かった。なんか、やっぱ、ね、ネックレスとか、そのシルバーとかって、売るとやっぱ安くなるからね。あー、そうですね。あー、まあ確かに確かに確かに。だから定価の半分以下ぐらいで、だったかな。もう古着屋でこう買い取りとかやるじゃないですか。うん、はい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 。新品で入ってきて、よくおばあちゃんとかで、うん、なんかユニクロで、うん、買って、うん、新品で、うん、まあ、今900円ぐらいで買って、新品で持ってきて、はいはいはい、だからなんか500円ぐらいになる予定みたいなんですよ、はいはいはい、向こうの中では使ってもないし、はいはい、半額ぐらいではみたいな、はいはい、ただうちはそのユニクロ屋さんではないから。確かに、そうだ、確かに、そう
たまにありますよね、うん、古着屋とかでなんか、あーこのシャツとか言ってなんか見たらタグとこユニクロとか書いてある。ユニクロのもうそのまま持ってくんだみたいな。そうよ、ユニクロさんは別に全然悪いやつじゃない、はいはいはい、まあ悪いやつだね。ファーストリテイリングはね、すごくいい会社なんだけど、一旦 CM に行きましょうか。なるほど、そうね、一旦じゃあね、CM の。ユニクロ GU、あとなんだっけとかって、あの親会社が一緒じゃないですか、山口からにあるファーストリテイリングっていうところなんですけど、はいはい、なんか古着屋の店やってるとだんだんそのユニクロさん、そのファーストリテイリング製のものって生地触ったりとか見た感じで分かるようになるんですよ。はい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 、ほうほう、そうで、ユニクロだってバレたら、あの値段が下がるというか、はい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 、からその売る前にタグだけ切って持ってくる人とかいるんですよ。はあはあはあ、なるほどなるほどなるほど、また綺麗だからみたいな、綺麗だけどユニクロってバレたらね、なんかバレるみたいな、はいはい、だからこうこれなんかちょっとどこで買ったか忘れたんですけどみたいな、まあまあいいやつなんですよね、状態いいしみたいな、すごいドヤ顔だなみたいな、俺はやっぱ触ったら分かるんですよね、まあまあまあ、ユニクロだなみたいな、分かりますよね。たまにその男の人とかだと言っちゃうんですよね。いや、例えばそれがこうまあまあ10円ぐらいしか値段つきませんでしたよみたいな、はいはいはい、なった時に、え、これ10円みたいになって、いや、ちょっとユニクロだったんで、みたいな2パターンに分かれるんですよね。はいはいはい、そのユニ、そう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 、そこで、なんか、こう、え、違うし、みたいな、はいはい、うん、あ、ガンガン言ってくる人もいれば、うん、でも、もう、その、ある種押されても値段変わんないから、え、まあ、違うんだけどなみたいなんで納得、どっち、結果納得はしてくれないけど、はいはいはい、開き直るか、それか、あの、なんだろう、あ、ユニクロだったんだみたいな。だってタグ切ってるから。ああ、ユニクロねーみたいな。そう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 。あ、こんなの買ったかなみたいな。結構ね、なんかあの、まあ、おしゃれってね、こう、見栄を張るものじゃないけど、自分が気に入った服を着て、やっぱ外出すると、ウキウキするじゃないですか。まあまあ。やっぱりあくまでもこう自分が楽しむものではあるんですけど、やっぱ変なところで見栄を張られると。まあね、確かに確かに。そう、とかね。面白いですけどね、やっぱり。なんか言ってますよ、赤い服も古着とか格好つけたけど島村でしょって言って、おーおー、タグミしたな、この島村じゃないですよね。島村じゃないね、だからいくらだったよ、なんか何千円だよ。リオン、後で電話していい？うん、いいよ。まさかの知り合いだったいいよ。いや、わかんない、わかんない、ね、ID でも検索して電話してあげてください。でも、そう、あの、やっと今週言えるんですけど、何先週の放送で1回言ってたじゃないですか、それぞれの初回ってどんなんなんだろうね、はい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 、で、うちの姫様、俺も先週聞いて、先週は言わないでねって言われてたんですけど、はいはいはい、お、カリスマに初回って言ったんだ、言ったんだ、今度リオン君とこ行ってくるって。え、もう行ったんすか。行ったの。もう行ったかどうかわかんないけど、今週も行くって言ってて、え、それは誰、マサスさんのお客様、あ、お客様っていうか、うちに初回で来てて連絡、初回で来てて、音を取っててみたいな、で、放送毎週見てるみたいな、はい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 、でお店なんか、まあ今度行くかなみたいなことは言ってた、はいはいはい、ぐらいの子なんだけど、でも今度、あ、来たかも、お、え、いました、いた、放送見てるってことですか、うん、お、お、いた、送りは俺、お、お、ってことは、来たっすね。ってことは今週グリッターに行く。これはこれはちょっと、ね、来るかもしれない、ね、ちょっと初回嵐でいいから、ちょっと点々としてみてくださいね。まだどこも行ったことないって人さ、
ね、3店舗ちょっと行ってみてね。そうだね、ちょっとなんかこうコメントしてほしいな、うん、どんな印象だったのか。あいつ意外に会ってみたら大したことない。喋んねえのみたいな。怖い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 なこれ。なんかそのでもこうホストのパワーグラフみたいなの欲しいですよね。あなるほどね、六角形のこうなんていうのトークとか、あイチャエとかそのお酒の強さ。確かに。一回なんか誰か作ってほしいな。なんかね、おー霜降り見たいから行くね。星座館ビルだよ。星座館ビルのね、霜降りにはなってないけどな。なるほど。基本だって清掃ですもんね。何回言ってもこの ID ナンバーほん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 さ、霜降りずっと霜降りのコメントしかしてきんしんよお前。あ知り合いかこの野郎。そう、あそう、3人のお店の売りはっていうコメントにね、他の方がコメントしてくれてるんですけど、おグリッターはアットホーム、そうアットホームな感じです。うちはどっちかというとカリスマは最強に楽しい。おお、なるほど。二日酔い目。最強に楽しんだ結果なるほどね。ナイトさんはどんな感じですか、お店の売りは。ナイトあ落ち着いてるのかな。あそうなんだ。割と落ち着いてる雰囲気。グループ6店舗あって、はい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 、うちがあのニュージェネレーショングループなんで、はい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 、で一番なんか在籍ホストの年齢層も高いみたいな。うーん、結構ね30代の人とかもいるから。あ幅広く。そうだから結構なんか、いやもう二十歳もいるけど、はいはいはい、なんかね宅によってすごい変わる。あーのんびりしっとりやってるところもある。でもそれいいよね、なんかその年齢幅が広かったら。まあ確かに、うん、ワイワイしたい人もいればね、おとなしくしっとり飲みたい人も。来てるだって年齢層も全然違うでしょ。そしたらあーもうすごい、もうバラバラか。そうっすよ、40代50代平気でいますからね。あ来る来るいます。うわ全然うち来ないですもんね、あんまり上の人は。来ない来ないですよね。思うんですか。うちも来ない。そこまでうちは大人ってか結構そういう意味では、平和かも。いいな、でもそれはそれでちょっと楽しそうだな。思うんですよ。ちょっとわちゃ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 しかしてないんだよね。そうでもはいはいはい、ポスト始めて、うん、コールってあるじゃない。はいはい、シャンパンコールとか。そう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 、はいはいはい、とかあの飲みコール、よくあるあのグイ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 みたいなのとか、どんどんこう僕も知らないものをこの半年間ぐらい習っていくじゃないですか、はいはいはい、最近俺の中でこうさ一番新しいのって、俺なんか古かったらすごい恥ずかしいんですけど、はいはいはい、ハマってる。あのちょっと残した時なんて言います、こういうの。こういうのこうガーって一気に飲んで、こんぐらいコンって置いたら、なんか2ミリ5ミリ、2ミリ5ミリじゃないですか、うん、2ミリ5ミリ。え、やってください、1回2ミリ5ミリ、2ミリ5ミリ、にゃにゃあ、にゃあ、にゃあ、にゃあっすね、にゃあっすね。え、2ミリ5ミリ、2ミリ5ミリ、にゃあ、うん、にゃあ、な、なんなんすか。俺これはうちではなんかにももう泳げるよ、ウィンウィンって言われる。あー、じゃあなんかそれ大阪なんすかこれ。かな、うん、関西方面のやつだと思う、多分それ。あ、そうなんだ。いやでもそのニモも泳げるを最近なんかちょっと前に覚えたなって思ってたら、うん、この間サンマも泳げる今がシューンってやられて、あーそれ何と思って。それも見たことある。これも大阪なの。いやわかんない。それはあれじゃない、もうハッチじゃない。ハッチなの。ハッチ、あ、わかんない。お店でオリジナリティ系の、うん、そうサンマは泳げないですけど、ね、泳げないこんぐらいじゃサンマ。ニモも泳げんけど、まあニモも泳げないか。むしろ今ドリーだからね。そうまあいろんなコールありますよね。いや、家庭はどういう飲みコールやってるのか俺気になる。俺はちょっとそれちょっと俺気になりますよね。気になるそうでもなんか変わんなそう、あんまり。何があるの。何ですか。体にお酒をグイとかあります。あ、ないそれで使ってる従業員はいるけど浸透してない。ああ、なるほど。声がちっちゃいんだね。あんまりあれかな、特殊なの。うちオリジナリティないかもしれないです、あんまり。だうちもなんかベターなやつしか使ってないかもしれない。しかないかも。昔はちょっといろんなの使ってたけど、前の店の時は。あ、今の店だと多分1個ぐらいかな。あ、シャンコ担当は。お、担当、あ、うち担当はいない、基本全員やる。あ、俺はやんないけど。あ、やんないっすか。やんない。マサさんやります。うちも全員やるけど、
地味になんかシャンコ担当みたいなのは決まってて、はいはいはい、俺なるほど逆にね、まあまあ、僕もクラブナイトにご来店いただきまして誠に誠にありがとうございますあんまりねここで使っちゃうとね、うん、ね勝ちが勝ちがいかない、いいんかい、大体大体俺が持ってるからマイクそうですね、大体ね、うちもそうだな、決まってないですけど基本俺っすね。あ、そうなんだ。俺もそうですね、基本俺っすね。基本あんまやんない、基本コールっすね。食べるんだね、コールね。サブが多いかも俺。ああ、サブやるっすね。メインはやんな。でもシャンパンコールとかも面白いですけど、なんか、はいはいはい、だんだん感覚麻痺してくるじゃないですか。はい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 、はい、で、なんかホスト始めてからあの、アユーロとか、はい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 、なんだろう、スーイスイとかあれなんなんだろうな、サクランボとか、えなんだろう、バタフライとかあるじゃないですか、無限大、うん、はいはいはい、イエイイウォーウォーとかって飲んだりしません、はい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 、飲み曲みたいなのあるじゃないですか、まあ歌ってる時とか、そうそう、まあ、バー行った時とかってね、大体、はい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 、あれって歌舞伎町特有なんじゃないかと俺勝手に思うんですけど、おー、え、ど、あ、まあ、アユーロとかはそうじゃないですか。そう、何が一番大勢、もちろんお酒みたいな、はいはい、俺あれ、なんか、うん、俺は、もう、カルチャーショックだった歌舞伎町来てから俺も店の全員ホストが、もちろんお酒っていう、なんか、俺は何が一番大切かをーって分かる分かる分かる、嘘だろ、俺が間違えたのか確かに確かに確かに、完全にカルチャーショックで、だってホストやる前とかって、そうそうそう、まあ俺は大学生で飲みサーだったんで結構コールもあーあですけど、やっぱりホストと全然違う種類がだから、うん、そう歌をそうもじって飲みコールにするみたいっていう伝統がなかったから、あーでもそれはでも歌舞伎、多分歌舞伎特有じゃない、うん、だと思うものだと思うんですけどね、面白いけどもうついてくので必死でしたもん確かに確かに、あーおーい空はっつって、みんな分かるんですか、あー確かに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 、何なんだね、でもさ確かに、ね、確かにな、しかも別になんか誰かが教えてくれるわけじゃなく、うんうん、浸透してたしそう、勝手に覚えてねえぐらいの感じで、そう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 、誰が考えたんだと、誰が考えたんだと、1分前、おーも入ってた今日なんか割と落ち着いていろんな話してたら、そうね、そうもう1分前になっちゃった、本当にホストの話しましたね珍しくホスト、珍しく、珍しくホスト飲めないリオンじゃいられない、あーなんかあったな、 あと1分なんだ、なんか時間的にはあと3分あるんですけど、いいんだよ、まあいいっすね、今日はあ、イベントとか別に大丈夫、なんかイベントあります？あ、とりあえず次の目、明日がうちの看護補佐のバースデーで、次の週がジャンプフェス、おお、ジャンプフェス、あ、言ってましたね、ジャンプのコスプレ限定、そう、ジャンプのね、へえ、誰かトラブルとかやってくれます？やんないと思う。いちご 100% やんないよ、やんないよ、それはやらないでしょうね。ああ、まあ、ないっすか、ないっすか。まあまあまあ、まあ、それまあまあ、ないっす。ベス。はい、じゃあお疲れです。さよなら。霜降りって言うなよもう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。